Music Navigator is Hiroyuki Isobe from Champagne。シャンペーン磯部ひろゆきが生放送でナビゲートしています。ZIPFM ファインドアウト木曜日。今日のテーマは、磯部ひろゆきへの何でも質問コーナーということで受け付けてるんですけども、本当に何でも質問で、さっきからもう、あらぬ方向から質問が飛んできて、すごい楽しいですね。なんか余計もう1時間が早く感じそうですけども、じゃあ早速、生電話行ってみましょう。次かけてください。ツイッターもね、みんな、とりあえず里安おめでとう、愛されてますね。彼はね。なんか質問あったな、さっき。なんだっけな。ちょっと待ってよ。ちょっと見つからないので、じゃあ、くれたメッセージを読みましょう。かかってね。かなでさん、ありがとう。お、ちょっと待ってね。もしもーし。もしもーし。どうも、こんばんは。こんばんは、俺だけど。あ何もしもーし。もしもし。俺だけど。誰和光の山田です。うわあ山田さんっすか。お疲れびっくりしたちょっとさ、俺、いきなり資料、なんか、全然違うっぽい人が出たから、あーとか言っちゃって、本当にね、すみませんね。なんか夜中に板電来たと思ったでしょ。いやいや、逆板電ですよ、これ。ちょっと。いやいや、今日、なんか何でも、質問に答えてくれるって聞いたから。そうなんですけど。ちょっと、切実な悩みがあるから、ちょっと聞いてもらおうかな。おどうしたんですか山田さん。じゃあ、ちょっと、聞きますよ。あの、まあ、はい、職業上、マスクをすることが僕は多いんですけど。はいはい、そうですよね。マスクをすると、気がついたら顎が必ずしゃくれてて、顎が疲れてしまうんですけど、どうしたらいいですか。どういう状況なのか全然わかんないんですけど、それ。マスクしてると顎がしゃくれるんですか。なんか、ないそういうこと。あ、磯部君もマスクするでしょ。しますけど、顎普通くないですか、マスクしても別に。なんか、顎がしゃく、多分、はい、下がらないようにしてんのか、しゃくれてきて。マスクが下がらないように。そう。で、顎がさ、出てる人は、出世するって言うじゃない。ああ、なるほど。もしかしたら、マスクしてる時だけ運気がアップしてんのかなと思ってすげえ我慢してんだけど。マジっすか、それが理由で我慢してるんですか。我慢してんだけど、どうしたらいいですか、磯部くん。それはもうじゃあ、しゃくれときましょうよ。もう、いっそのこと、だって見えないし、どうせいいじゃないですか、それで。でも、歌う時にさ、顎がちょっと疲れちゃってるからさ。はい、そのせいで。じゃあ、マスク、じゃあ、その、真実をお教えします。うん。顎を出さなくても、マスクは下がりません。嘘だ。もうそんぐらいしか言えないっすわ、もう。マジで分かった、ちょっと。はい。なんか頑張ってみるわ、びっくりした、もう。で、山田さんどうなんですか、最近なんか、もうすぐアルバムですよね。そう、4月9日に。はい。暁のファンファーレっていうアルバムが出るから。暁のファンファーレ、おめでとうございます、リリース。ありがとうございます。はい。そう、ツアーも、やる感じですかね、ツアーもあります。6月に。ええ。6月の19ですよね、確か。19に。ゼップ名古屋で。あ、じゃあ、ぜひぜひ、リスナーの皆さん、これはチェックしてください。はい、ぜひ遊びしてください。はい。武道館、頑張ってね。あ、ありがとうございます。ぜひぜひ遊び来てください。ね、28日行けたら遊びに行きます、はい。お待ちしてます。で、来週ね、3月27日木曜日は、山田正史さんナビゲートするファインドアウト、はい、もうこれ最終回ということで。はい。はい。ちょっとじゃあ、一足お先に、スパークして。お疲れ様。はい。うん。ありがとうございます。一年間お疲れ様でした。ありがとうございます。てか、マジびっくりした。本当に。すげえ。俺めちゃ風呂上がりで、もうなんか。マジですか。さっき風呂上がりに電話かけてくる兄ちゃんがいるっていう妹さんがいましたよ、電話で。ちょっとね、俺もね、突然びっくりした。いやいやいや、うん、豪華だわ。ありがとうございます。いや、頑張ってね。ありがとうございます。じゃあ、また飲み行きましょう、その辺で。うん、そうです。二人を打ち上げしようよ。そうですね。打ち上げ。絶対やりましょう、それ。うん。はい。よろしくお願いします。じゃあ、はい、頑張ってね。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ。はい、失礼します。はい。はい、バックオン山田さんでした。マジでびっくりした。電話ってこれ、次繋げます。大丈夫ですか。バックもね、今言ってくれましたけど、4月9日ニューアルバム暁のファンファーレリリースで、そのツアーで、6月19日の木曜日ですね、ザ・バックホーンゼップ名古屋公演控えてるということなので、ぜひぜひ皆さんチェックしてください。よろしくお願いします。はい、じゃあメッセージを紹介します。とりあえず次繋いでいただいてる間ですね、かなでさんありがとうございます。ヒロさんこんばんは。こんばんは。
私の悩みは常に金欠なことです。給料日になると安心してすぐに、使ってしまったり、ライブに頻繁に行っているのが原因だということは分かっているのですが、それを楽しみに働いているのでやめられません。そこでヒロさんならどのように節約するか教えてほしいです、ということですね。このね、金の節約方法をね、そのバンドマンに聞いたら俺はいかんと思うんだけどね、とりあえず一緒の銀行口座に入れといたら多分使っちゃうから別にね、その普段手つけないようなとこに入れとくのがいいよって。もしもし。あ、もしもーし。はい。あ、どうもこんばんは。え？俺です。もしもし。うん、なんかね、俺の声が聞こえる。今、ユーストリーム見てくれてる、もしかして。ユーストリーム見てて、すごい時差があって。だよね、だよね。はい。なんか全然行き着いてない感じだったもんね、そこまでね。はい。どうもどうも。あ、じゃあちょっと音量、あ、もう下げてもらったかな。あ、もう今止めました、ユーストの方。オッケーオッケー、ありがとう。あ、どうもどうも、はい、じゃあ名前教えてください。あ、レイミです。レイミさん。はい。いえいえ、大丈夫よ、今。大丈夫です。ずっと、パソコンいじってただけです。うん、あー、どうもどうも、そうかそうか。はい、仕事？あ、学生です。おー、学生なんだ。はい。そうか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 。どうもどうも、じゃあ、早速なんだけど。かなりね、はい、破天荒な悩み相談が来てて、時間も押してるからちょっと、バッと行きたいんだけど、悩みというかなんか相談したいことある？あの、私、酒癖が悪くて、おう。酔っ払うと、キスナになるんですけど、キスナになるカミングアウト。どうすればいいですか？どうすればいいですか？どうすればいいですか？ヒロさん、なんかお酒飲むイメージあるんで。はい、ありますね。お酒はすごい好きで、はい、ほぼ毎晩飲んでんすけど、はい。キスナになるのを、やめたいわけ？やめたいですね。お酒を飲むのはやめたくないんですけど。いや、俺結構素敵な感じだと思うんだよな、はい、それでも。そっかそっか。あ、まあ、いいんじゃないの、別に。酔っ払ってんだから。そうですか？うん。そうじゃないかな。あ、まあ、そっか、やめたいんだったら、はい。ね、キスしなきゃいいんじゃねえか？うん。しちゃうんですけど。なんだそれ。そう、なんか自分でもわかんなくて。そうか。え、したことは覚えてんの、次の日。覚えてないです。あ、立ち悪いことに。それもうダメだよ。だからもうそれもうお酒飲まないしかないじゃん、まず。だよ、わかる、わかるよ。ごめん、俺が悪かった、今のは。飲むなとか無理だよな。うん、無理ですね。それはね、わかるけど、でもね、お前、自分が危ないよ、ぶっちゃけ。よく言われると思うけど、人に。よく言われます。うん。わかんねえじゃん、だってその先何があってもさ。そうですよね。うん。だから、まあ、キスマになっちゃうのをやめたいっていう目的よりは、ちょっと自分の身の安全のために何とかした方がいいじゃねえか。ねえ。で、まあ、しょうがないのね、なっちゃうもんね。え、わかんねえよ、こればっかりは。ちょっと俺これ、なんか方法あるかなぁ。水割りにしよう。あ、そうですね、うん、ちょっと。割ってないんで、お酒。うん、でしょ？そうですね、薄めれば。水割りにしよう。俺もだから、俺基本的に割らないけど。はい。あの、ウイスキーとかも、もう水で割ろう、全部。そうですね。焼酎も、なんならもう日本酒とかにも水ぶち込もう。そう、そうだ。うん。そうだ、そうします。そうだね。はい。そうしよう。よし、解決、はい、オッケー。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、またライブ遊び来てください。はい、あ、武道館と、うん、来週の六本木行きます。おー、EX シアターね、待ってます。はい、はい、はい。あ、じゃあ、お土産あげるわ。マグネットとキーホルダーどっちがいい？はい、キーホルダーで。キーホルダー、オッケー。これでキーホルダーなくなっちゃった、もうマグネットしかないね。ラッキー、ラスイチ、オッケー。ありがとうございます。はい、はい、それじゃあまたね、はい。はい、おやすみなさい。はい、バイバイ。はいはい、どうも、すげえ質問来ましたけどね。まあ、水で薄めて飲みは何でも OK でしょということで、はい、次の曲行きたいと思います。今日は、この曲のタイトルですね。俺からのみんなへの気持ちを込めて、聞いてください。シャンペインで You're So Sweet and I Love You。 Find out Music from Tokai Area。ジップ FM ファインドアウト、シャンペイン磯部博之のラストオンエアでお届けしています。さて、ファインドアウトでは東海エリアを拠点に活動するバンドの音を紹介しています。今夜はナルドラという岐阜のバンドです。今年6月の、7日8日で開催の栄スプリング2014に初登場することも決定しています。それではお届けしましょう。ナルドラでサミダレウルワシュー。東海エリアを拠点に活動するバンドを紹介してきました。今日はナルドラのサミダレウルワシューという一曲でした。はい、ファインドアウトではデモ音源を随時募集しています。郵便番号 460-8578 ZIP FM ファインドアウト係までどしどしご応募ください。
さあ、シャンペイン磯部ひろゆきがお届けしてきました ZIPFM ファインドアウト木曜日、最終回もついにお別れが近づいてまいりました。まあね、本当に1時間早いけど、この1年本当に早かったですね。で、忘れる前に、このお土産がね、見事にマグネットが3つ余ってるわけなんですけれども、これね、ちょっと電話する予定だったけど、ちょっと時間がなくてできなかった方々に、先着順で差し上げたいと思います。福岡県みなみさん、愛知県しおりさん、東京都みなさん、以上の3名の方にマグネットを差し上げます。今日ちょっと話せなかったけどね、またいつかこういう機会があることを俺も願っています。そうね、まあ一年経ちましたけれども、本当にね、名古屋という、ZIPFM ね、名古屋で、俺の人生初のナビゲーターができたことを、俺は本当にすごく光栄に思ってます。まだバンドとしてもこれからだしね、俺の一人の人間としてもまだまだこれからですけれども、この一年間っていうのは、もうね、どう転んでも今後の俺の人生にすごくプラスになっていくんだろうし、プラスにしていこうというふうに俺の中で思っています。本当に光栄な一年間でした。スタッフさんも含め、皆さん大変お世話になって、ありがとうございました。で、シャンペインはこれからなんですけれどもね、本当に、これから先もまだまだ、俺ら4人いろいろあると思いますけれども、このメンバー4人にね、ぜひついてきてください。いい景色を皆さんに見せることをここに約束いたします。はい。で、また名古屋に来る機会はね、まあ俺名古屋出身だけあって幼馴染もいっぱいいるんで、プライベートでもたくさん来ることはあるので、まあどっかで会ったら声かけてくださいということでよろしくお願いします。で、ライブもね、4月末 ZEP 名古屋で、4月の28、29日、そうね、月曜日と火曜祝日ですね、 ZEP 名古屋のライブも控えてますんで、ここでお会いできる方も、お会いしましょう。楽しみにしています。来週は武道館もあるので、まあさっきも電話でたくさん来てくれるって言ってくれてる人いましたけれども、みんなで楽しみましょう。よろしくお願いします。で、来週ですね、ザ・バックホーン山田雅史さんのラストナビゲート、今日逆ドッキリでね、逆俺ですされてしまいましたけれどもね、その来週のテーマスタートということなので、ぜひこちらもメッセージを送ってください。そして、4月からのファインドアウト木曜日なんですけれども、メンツが発表になります。ナッシングスカーブドインストーン松村拓ちゃん、ん、あ、村松だね、ごめん拓ちゃんごめん間違えた、村松拓さんね、そうやってアルカラの稲村大輔さん、そしてさらにビッグママの金井雅人くんが交互にナビゲートをしていきます。三人編成ということでね。まあ、かないちゃんなんか前ゲストに来てくれたばっかりですけども。はい。ということで、4月以降のファインダーアウトも皆さんぜひぜひ引き続きよろしくお願いいたします。では、本当に最後の最後です。みんな本当に一年間どうもありがとうございました。今日初めて聞いてくれた人ももちろんありがとうございました。では、ラスト、シャンペインのこの曲でお別れです。聞いてください。シャンペインで、STAR! Thank you all for tuning in. I'm looking forward to talking to you again in...The new future. I love you all. Bye bye.